宮は人のおするほど、さばかりと押し明かりたもうが少しけじかき気配するに、おん心ときめきせられたまいて、えい、え、ならぬ薄物の片びらのひまより見入れたまえるに、ひと間ばかり隔たてたる見渡しに、かく覚えなき光の内ほのめくをおかしと見たもう。 子どもなく紛らわして確執つつ。されど、このかなる、光、縁なることの妻にもしつべく見ゆ。このかなれど、とびやかに伏したまえり。あとびやかに伏したまえり、たまえりつる容体のおかしかり、おかしかりつるをあかずおぼして。 下にこのこと、おん心にしみにけり、泣く声も聞こえぬ虫の思い出に、人のケツにはきうるものかは、泣く声も聞こえぬ虫の思い出に、人のケツにはきうるものかは、思い知りたま犬や、と聞こえたも、かようのおう返しを、 思い回さんお、思い回さんもねじけたれば、時ばかりおぞ、声わせで妙を飲み焦がす蛍こそ、言うよりまさる思いなるらめ声わせで妙を飲み焦がす蛍こそ、言うよりまさる思いなるらめなど、さかなく聞こえなして、 お自らは引き入りたまいにければ、いとはるかにもてなしたもうれわしさを、いみじく恨み聞こえたもう。つきづきしようなれば、いたまいも赤さで、のきのしずくも苦しさにぬれぬれ、よふかく入れたまぬ。ほつとぎすなど、必ずうちなきけんかし、 おととぎすなど必ずうちなきけんかしうるさければこそ危機もとどめねえおん気配などのなまめかしさはいとよくおとどの君に似たてまつり玉えりと人々も目で聞こえけり呼べいと目をやだちてつくろい玉石おん気配をうちうちはしらであわれにかたじけなしとみないう。 教,武教の宮は、姫君のいらっしゃるあたり人のお忘れほどその人の姫君のいらっしゃるあたりこのあたりだろうこの辺だろうとおは計りなさるが 少し気配の近々と感じられるからして心ときめきなされて胸が。 ドドキドキなさって絵ならぬ薄物この移動式のカーテンのしつが宮の前にも置いてあるわけですね。そして、えー その何とも風情のある薄物の片らの間から中の様子をご覧になるとそのままばっかり隔てたる見渡しに柱,の柱と柱の間一間ですねその。お 今ほどの距離を隔てたその視線の向こうにかく覚えなき光のうちほのめくをおかしと見たもんこんなに思いがけない光がほのかにあたりを明るくしているその趣深い様子を ご覧つまり源氏の関係のあるではもうこれ前の,あの源氏がもう引っ込んでしまってそこで一段終わってしまっているわけです。しかし話はお二人に関しては姫君とことに兵部卿の宮に関しては、うんね、ここから始まるわけで。 その時の様子を細々と。語るわけですね。まあ、こういう状況で。東武教の宮は。思いがけない。蛍の光。ほのかな中で。姫君の気配を。見るわけです。ほどもなく、内紛らわして隠し。 それもしかしほんのわずかな間のことで間もなく、まあ、女房たちが動いたわけでしょう。紛らわして隠しつつその光るものを取り隠してしまった。だけれどもこのかなる光縁なることの 妻にもしつべくゆその蛍の光を縁なること風流なことの妻にもしつべく見ゆ風流な恋の発端としたこととして 思われた。この前の妻というのは。きっかけ。あるいは発端。というふうな感じですね。蛍の光を。風流な恋の発端として。たら。良さそうだというふうに思われた。そのかなれど。そびらかにふしたまえ。 立つる容体のお菓子かりつるを開かずおぼしてほんの、まあ、瞬間のことだけどもその様子がうかがえたそびやかに伏したまえ立つる容体スラ全体の感じが体つきがスラッと寄て立っているわけじゃない体を ね、横にして楽にしているわけですけれどもそのすらりと体を伸ばしていらっしゃったそのありようが大変趣深かった様子を開くこともなく思い返しなすってで 真実このことが彰武教の宮のお心にしみたことだそこで泣く声も聞こえぬ虫の思い出に人の血には消えるものかは蛍ですから当然声はないわけです。泣く声も聞こえない 虫の思い思いの火とそれから火の火ですねかけ言葉になってるわけです。その虫の思いだにその儚い火すら人のケツには消えるものか。 消そうとするのに、簡単に消すことができるものであろうかそんなはずはないというふうな思いですね蛍だから泣く声も聞こえぬ虫その虫のともす火そして そのわずかな思いはかない思いすら人が消すのに任せてはかなく消えるものであろうかそんなはずはない、まあ、そういう思いをこの歌に託してそして思い知りたま犬や あなたのことをこんなに思っております私の心をお察しなすってくださいますかと申し上げなされた こんなふうなお返事を思い回すというのはあまりこう考えすぎることですね。うん こういう場合のお返事をあまりあれこれと思い巡らすのもなんかひねくれたようだからしてでさ、えー、っと時を置かずお返事するのが大事だということで声合わせで 妙の見焦がす蛍こそ、言うより勝る思いになるらめ。泣く声も聞こえぬというそこを受けて、で、おっしゃるように、声を立てることもない、その代わり、身ばかりを炎として燃え立たせて焦がす、あの虫こそ、 言葉で言うよりは勝っている思いのほどでございましょうよまあ相手の言い分を受けて歌の形にしているという感じですよね。積極的にこっちからなんか自分の思いを表現しているというのではない。 完全に宮の歌を受けてそしてまあそれに合わせた言い方でこういう時の変化のエチケットだけは一応整えている。こっちからの 思い勝るようなそんな内容は何もないというような歌ですよね。などと儚かなく聞こえなしてさりげなく歌で申し上げてでご自身はそのまま奥にお入りになったようだからして。 おはりになってしまったようだからして、まあとはもう女房に任せるというわけでしょうね。ね <laughs>、意図はるかにもてなしたもう憂しさを非常によそよそしい感じで対応なさったその心の憂しさを。 そのそっけないお扱いのほど、宮は大将恨みに申し上げなさった。まだその、ね、自分のそういう思いを。 女房を仲介にして、まあ、おっしゃったわけでしょさすがにこの。こういうことには。ある程度慣れている。上部卿の宮ですから。玉桂のこの返事の。なんか素っ気なさ。それは。分かったわけで。 そのことを後からおっしゃってしかしそれ以上ここに長居をして不どすすいうのは月々引きようなればいかにも公職がましいことになるというふうに反省なすって,言って で、板舞も赤さで軒の,のしずくもくる下にぬれぬれ夜深く入れた舞いぬ。<laughs> 要証もななさらないで、軒から滴る雨雫を受けんなるのも苦しくってここは引き歌があって新古菌集の「眺めつつ我が思うことは日暮らしに」「軒のしずくの頼る世もなし」「眺めつつ我が思うことは日暮らしに」 軒のしずくのゆる世もなしうくつした思いでぼーっと物思いをしているその我が思いのほどの はかなさは一日中軒の者軒場から垂れている雨しずくの耐えることもないように途絶えることもないことだ我が胸の思いはあの軒の雨しずくのように 一日中途切れることもないことだというその歌を引き歌にして軒から垂れる雫のあの耐え難い憂ましさに濡れ濡れして心も身も濡れ濡れして夜深くお出になった。 節柄、きっとポトトギスなんかも泣いたであろうよでもうるさければこそ危機もとどめねえそんなことはなんかくだくだしくってうるさいからしてもう息とどめもしない作者のこう言ってる顔を出して言ってるところですね。で こういうい場面の戸締めの、うん、いるわけでも恩気配などの生,生めかしさは意図よく音との君にに至って祭り玉入りと人々も目で聞こえけりでも拓武の宮のこういう時の感じられる周りの者たちが感じられるその気配の光も で生めかしというのは現代風な美しさですねあるいは新鮮な美しさそれは大層よく源氏の弟に似ていらっしゃるおに申し上げなすっていらっしゃるまあ兄弟ですからね、えー、と人々もおめ申し上げたことだ ゆうべ源氏の君が大層母親めいていろいろことを取り繕いなさったその気配を内々は知らで周りの者たちも 全く知らないで目親立ちて繕いたまひことっていうのはあの、ね、母親めいていろいろ手話をなすったその源氏の君のご様子というのはそれだけじゃなくって実はあの下心を込めていられることを それを含めてて言ってるわけですしかしそのことはそばにいる女房たちも内面のことは知らないで哀れに片付けなしと皆言うしみじみとありがたいことだよ源氏の君様があれまでにこの姫のためになさっていらっしゃるありがたいことだとみんな言っている。